俺は日向。突然の身の上話でなんだけど、俺には父親がいない。だけど母さんがたくさんの愛を持って育ててくれて、俺自身も病気一つせず元気に育った。そんなある日のこと。今日からよろしくね、日向くん。ほら相馬、挨拶しなさい。はじめまして、相馬です。よろしく。よろしくお願いします、兄さん。兄さんという感じで、ある日突然俺に父と弟ができた。父になってくれた人はすごくいい人で、母さんもとても幸せそうだった。だから俺はこの再婚には大賛成。それに一人っ子だった俺にとって、弟ができるのはすごく嬉しいことだった。お兄ちゃんになったことにワクワクして、なんだかくすぐったくて、俺はしょっちゅう相馬と一緒に過ごしていた。相馬、遊ぼうぜ。兄さん、部屋に入ってくるときはノックしてくださいってあれほど。いいじゃん、せっかく兄弟になったんだしさ。ほら、そんなことより遊ぼうぜ。今日は何して遊ぶんです？新しく出たゲームがどうしてもクリアできなくてさ、ちょっとだけやってくんね。またですか。いいじゃん、相馬ゲーム得意だろ。お前がゲームしてるの見てるだけで楽しいんだよ。なんか生実況見てるみたいでワクワクするんだよな。人を配信者みたいに扱わないでください。いや、その辺のゲーム配信者よりよっぽどすげえよ。そうですか。お前が弟になってくれて毎日楽しい。母さんたちが再婚してくれてほんとよかったよな。ん？どうしたんだ？いや、ほら早くゲーム貸してください。何か言いたいことあるなら言えよ。何もありませんって。てかさ、お前いつまで敬語使うわけ？兄弟なんだからタメ語でいいじゃん。兄さんは兄さんですから。なんかちょっと距離感じる。だったら。ん？これで近づけました？はあ？はい、これでゼロ距離ですよ。なんてね。お前な。これクラスの女子が騒いでました。キュンとするそうです。兄さん顔真っ赤ですけど、キュンとしました？うるさい、してねえから。びっくりした。ほらゲームするんでしょ？あ、そうそう、ほらこのゲームなんだけどさ。そうやって過ごしていたある日のこと。あれ、相馬？ごめん、俺今は誰とも付き合う気ない。告白されてる。そうだよな、あいつすげえかっこいいし超モテるもんな。恋に縁のない俺なんかとは大違い。なんだ今の。その日の夜。相馬。はい。お前さ、今日女子から告白されてただろ？ああ。付き合わねえのか？付き合いませんね。なんで？俺好きな人いるんで。え？誰？いや、教えませんよ。教えろよ。嫌です。誰にも言わねえからさ、教えろって。協力とかもするしさ。相馬？またキュンとするとかやってるんだろ。そうじゃなくて、協力するくらいなら練習台になってくださいよ、兄さん。こうやってキスする練習とか。おい、お前またからかったな。からかわれたくないなら二度とこういう話はしないでください。じゃ。おい、なんだよあいつ。ったく、こっちの気も知らないで。
それからしばらく時が経ち、俺たちは高校を卒業し大学へ。頭の良かった相馬は遠くの大学まで何時間もかけて通っていて、通学費用のためにバイトまで始めていた。ただいま。おかえり。まだ起きてたんですか。おう、あ、そうだ相馬、明日俺たち二人だけだってさ。え、夫婦水入らずで旅行だって。だからさ、明日お前バイトなかったら一緒にラーメンでも食いに行かね。なるほど、わかりました。お、じゃあ明日楽しみにしてるな。はい。翌日、両親は仲良く旅行に出かけて行って、俺と相馬はラーメンを食いに行き、それから家でのんびり過ごした。相馬、上がったぞ。はい。お、兄さん、服くらい着たらどうですか。お前しかいねえんだからいいじゃん。だから問題なんですよ。はあ、意味わかんねえ。げー、垂れた。ねえ、そんなことしてこうやって押し倒されたらどうするつもりなんですか。はあ、無防備すぎるんですよ、人の気も知らないで。はあ、服着ないなら部屋に戻ります。今のってどういう意味だ。なんで俺こんなにドキドキしてんだ。その日を境に相馬の態度がおかしくなった。相馬、おはよう。おはようございます。相馬、一緒にゲームしないか。すみません、明日朝早いのでもう寝ようかと。ああ、そっか、悪い。なんだよ、あからさまに避けやがって。あの日から相馬の態度がおかしい。俺嫌われちゃったのかな。相馬に嫌われてるって思っただけで胸が苦しい。それになんかモヤモヤする。やっぱりはっきりさせたい。相馬、話がある。何ですか。お前俺のことをムカついてんのか。は？だからずっと避けてんのか。そういうわけじゃないですよ。だったらなんで避けてんだよ。避けてないですよ。避けてんだろ、この前から。人の気とかわけわかんねえこと言うしさ。は？そんなにパックで飲まれるの嫌いだったらあの時言えばいいだろ。はあ、信じられない。え？ここまで鈍感だとは思いませんでしたね。うん？いいです、教えてあげますよ。俺が好きなのはお前。え？そうま、そうま、わ、悪い。でもなんでこんな。なんでだと思います。え？兄さん、俺兄さんのことずっと好きでした。ずっとずっと。え？でも俺たちは兄弟だ、付き合えない。いや、本気なのか。本気じゃないのにキスなんてしませんよ。いや、俺たち男同士だぞ。それについては関係ないでしょ。今の世の中そんなこと気にしてる方が少数派ですよ。いや、そういうこと言ってるんじゃねえ。じゃあどういうことです。そう、まあどうしよう、こんなのおかしいはずなのに。俺、あの、ソーマなんて言ったら驚きますか。はあ？冗談ですよ、そういうドラマを見たんです。兄さんに言ったらどうなるかと思って。ほら、もうやめましょう。俺たちは普通の兄弟ですね。でも俺まだやることあるんで出て行ってくれます。ごめん、本当に俺たちは普通の兄弟。それから1ヶ月も経たないうちに
状況は一変した。家を出ていく？はい。なんでだよ。やっぱり通学大変だし、一人暮らしを始めようと思って。嘘だ。嘘じゃありません。俺のせいか？まさか。俺自身の問題ですよ。嘘だ。俺のせいだろ。この間あんなことあったから。そう、ま兄さん、気づいてるなら分かってください。俺たちは兄弟だ。え、このドキドキってやっぱり。兄さん、俺の最後のわがまま聞いてくれますか？何？俺、兄さんのこと大好きでした。でもこれ以上そばにいたら多分もう難しい。またこの前みたいにひどいことをしてしまうかもしれません。俺はあなたの弟で居続けることができない。だから。だったら弟じゃなくて恋人になったらいいだろ。は？俺だってもうわけわかんねえよ。お前のことを弟だって思ってたのに、思いたいのに、もうなんか違う目で見ちまうんだよ。兄さん。なあ、離れないでくれ。行かないで。なんか今相馬と離れちゃったらもう会えなくなる気がする。ごめん兄さん、でも俺行きます。相馬。その代わりこれからは恋人として俺の部屋に来てくれませんか？え？住所が分かったら教えます。合鍵も作って送ります。だからいつでも来てください。今度は兄さんではなく恋人としてあなたに触れたい。俺のそんなわがままを兄さんは受け入れてくれますか？いいのか？元から俺たちは血のつながった兄弟じゃない。それに兄さんを泣かせるために家を出るわけじゃないから。どうですか？母さんたちには内緒だよな。それについてもゆっくり話しましょう。あの二人なら受け入れてくれる気がしますが、でも俺はあなたの弟でいることも好きでした。だからこの家では弟をきちんと演じます。だからあなたも兄を演じてください。わかった。ああ、でも俺の家ではあなたを恋人として扱いますし、必要であればキスやそれ以上のこともしたいと思ってる。え？いいですか？ああ。これがこの家での最初で最後の告白です。愛してます兄さん。その後相馬は本当に出て行った。数日後に俺宛に送られてきた手紙には、合鍵。そして今日、俺は初めて相馬に恋人として会う。緊張する。いらっしゃい。よ、緊張してる？まあ、な。入って、ずっと待ってた。相馬。もう我慢できない。たっぷり恋人の日向を愛させて。